と思いまして、もちろんです。ですからこちらとしてもお電話で。いえそういうことじゃなくて、あくまでも東京メッツの4番打者だからこそですね、このスキャンダルにそれなりの弁明をしていただかないと。一言で結構です。マンションから出てきた女性とあなたの関係は。てやんで、こっちだってそんなこと聞きたかねえや。ったくもう、俺はスポーツ記者なんだぜ。それがここんとこ取材といやスキャンダルばっかりだ。取りました。すごい。そのひったくり犯を投げ飛ばした巴投げの技の切れから、必ずや日本柔道界の時代を背負って立つ逸材であると本誌記者は見た。その謎の少女の正体究明に本誌は全力を尽くし。ダメだ、こんな硬いこと書いてちゃパンチラを全面出してけ。パンチラを惜しいな。これで顔も映ってるやな。で、どんな子だった？それが僕らの位置からはパンツしか見えなくて。そういう問題じゃないでしょう。世間は今スポーツのスーパースターの登場を待ち望んでいるんです。この子にはその素質がある。僕は柔道を見る目には自信がありますからね。サッカーのワールドカップもウィンブルドンも日本人は関係ないじゃないですか。でもこの子は世界を制します。スポーツ選手のスキャンダルなんか追っかけ回してる場合じゃないですよ。気が済んだか松田。あ、まあとにかくこの記事はパンチラでいけよ。パンチラで。パンチラなんてこの写真に対する冒涜だ。パンチラなんて焼き増ししとこ。そこに座りなさい。もう座ってます。なんじゃこれは。稽古をサボって何をしていたかと思えばこのような。あれほど対外試合を禁じておいたのを忘れたのか。おじいちゃん、これは対外試合なんかじゃないわ。ひったくりの犯人を退治しただけ。ひったくりもひったくりもないわい。よく聞けやわら。お前は柔道界の時代を背負って立つ人間じゃ。しかしそれはまだ秘密の秘密。1992年のバルセロナオリンピックでは女子柔道が正式種目になるやろ。それに合わせてセンセーショナルなデビューを飾る。それがわしの目論みじゃ。よいかやわら、オリンピックで金メダルを取れ。そして目指すは国民栄誉賞じゃ。じゃからして、このような男にうつを抜かさず。おじいちゃん、また私の部屋に入ったのね。私は今、紅茶を飲みながらお部屋でこの手紙を書いています。あなたは今、何をしているのかな。今日クリクリと読みづらい文字じゃ。ひ
どい、いけないんだから。いくらおじいちゃんでも人の手紙を勝手に読んじゃ。その男とは A まで行ったのか、それとも B か、まさか C ということはあるまいな。バカなこと言わないでよ。待ちなさい、やわら。オリンピックで金メダルを取り、国民栄誉賞を受ければ、素敵な男がおのずと向こうからやってくるわ。いい加減にしてよ。何が国民栄誉賞よ、何がオリンピックで金メダルよ。1992年って言ったら、私は20歳よ。それまでの私の青春はどうなるのよ。有意義な青春じゃ。子供の頃からずっとおじいちゃんの言う通り柔道やってきたけど、もう騙されないわ。普通の女の子になりたいの、私。みんなと同じように恋だってしたいのよ。それから金輪際私の部屋に入らないでね。甘い、甘いぞ、やわら。甘いで思い出したが、茶ダンスに羊羹が一本あったな。冗談じゃないわよ、まったく。勝手に決めつけないでよね。じゃ、行ってくるわね。間違いない、同じ制服だ。いいんですか、松田さん。こんなことしてて編集長に知れたらとやされますよ。バカ野郎。そう毎日毎日スキャンダルばっか追っかけてられっか。俺たちは次の時代を担うスーパースターに迫ろうとしているんだ。近い将来、編集長だって涙を流して喜ぶ日が必ず来る。そうかな。事務所からスカウトが来てるんですってよ。卒業したらいよいよデビューね。何が錦森くんだ。おい、お前ら、あんな奴にうちの女性と独り占めにされて悔しくないのか。悔しいです。俺も悔しい。美形がなんだ、男は中身だ、中身で勝負だ。それを考えれば俺だって十分に美しい。そうだろう。はい。皇帝百秋。ごめんなさい。とにかく気に食わん。やっちゃいましょうか。やっちゃい、やっちゃい。なん、なんだこのじじいは。憎き錦森め、わしの孫娘もやつの毒牙にまんまと引っかかってしまいおった。毒牙、本当か、じいさん。まだ生娘だった孫を、あやつは無理やり何度も何度も。嫌気になった孫は化粧を忘るわ、着るものは派手になるわ、悪の温床デスコに入り浸るわ。デスコに。そんでもって、デスコで町のチンピラに引っ掛けられ、その男に金を貢ぐために風俗営業にあたら若い身を投じてしまったのじゃ。ただでさえ体の弱いわしは辛労のために病状が悪化し。大丈夫か、じいさん。錦森、許せん。いたぞいたぞ、怪しいのが。2年 B 組、猪熊やわら。こいつはもしかすると。見ろ、あの猪熊治五郎と同じ住所だ。猪熊治五郎、どっかで聞いたことがあるような。猪熊治五郎といえば、全日本柔道選手権5連覇の偉業を成し遂げた不正室の天才。この猪熊やわらはおそらく彼の孫娘と見た。
あ？どうしたのよ、やわら。競争率激しいんだから積極的に行かなきゃ。やらら、一人一枚だよ。私今日はやめとく。あ、やわら。不憫よの王やわら、複数の娘と付き合うような男に恋してしまったとは。ただいま。おじいちゃん、おじいちゃん、おじいちゃん、あれ？ファイト、やわら。はい、錦織です。もしもし、あの、もしもし、誰？あの、もしもし、ごめんなさい、間違えました。頼もう、頼もう、頼もう。誰？ベルくらい鳴らしてよ。よーで、でたな、覆面レスラー。やだな、パックだよ、パック。ん？よくわからんが、きっかいな。ところで何？受信料ならお断りだよ。待て、何よ。わしがじきじきに赴いたのは他でもない。わしの孫に手を出さんでもらいたい。孫？手を出す？猪熊やわらのことを言っとるんじゃ。猪熊？さあ、聞いたことないな。何しろこうファンが多いと、いちいち顔も名前も覚えてらんないんだよね。教育的指導！貴様には純粋に一人の女性と恋愛を全うするという軽減な気持ちはないのか。難しいことは分かんないけどさ、事務所から行動を慎めって言われてんだよね。僕の場合、みんなのアイドルだから特定のことは付き合わないわけ。んじゃ。待て、よいか。これ以上やわらに手を出すようならわしの必殺技が出る。こんなくだらんことには使いたくないじゃな。おい、聞いとるのか。もうこれあげるから帰ってよ。あ、レコード買ってね。 CD もよろしく。なんじゃこれは。僕のサインと生写真。へったくそな字じゃのう。どれ、わしが添削してやる。バカモン。確かこの辺りのはずだが。いいのかな、こんなことしてて。こっちだ、行くぞ。いてた、はいはい。に、錦織さんのところへ行ったですって？うまい。このいちご大福は絶品じゃ。恥ずかしくて顔合わせられない。もうおしまいだわ。どうじゃ、やわらも一つ食ってみんか。おじいちゃんのバカ！こんなうまいものを食わんとは。やわらのやつ、どっか体の調子でも悪いんじゃろうか。うまい！ごめんください。ん？
やわらが柔道でした。うちでつけたたくあんじゃ、食べなされ。あ、いただきます。しかしまあお疑いなさるのも無理もない。何しろわしは全日本柔道選手権5連覇という偉業を成し遂げた不正室の天才柔道家じゃからの。しかしそれもかれこれ30年以上も昔の話になってしもうた。今ではわしは柔道をしてここで細々と接骨院を営みながらの隠居暮らしじゃ。孫に柔道を教えるなどとてもとても。ええ、あ、はい。ところで猪熊六段、わしゃ七段じゃ。あ、猪熊七段、道場を見せていただけませんか。道場を見れば稽古をしているかどうか一目瞭然。こりゃいい手だ。お望みとあらば。ご覧の通り、かつて汗と涙と血にまみれた我が道場も今や一大レーシング場と化してしまったのじゃ。この手触りが早くてのう。どうじゃ、一レースやっていかんか。どうもお邪魔しました。お邪魔しました。うん、また気が向いたら一レースやりに来なされ。あ、どうも。じゃあ失礼します。もうこんな時間かよ。やばいっすよ松田さん。ピーじゃい、あんな三流新聞にすっぱ抜かれてたまるか。やわらはセンセーショナルなデビューを飾るんじゃ。あれが猪熊やわらか。つけるんすか。あのじいさんの様子じゃ柔道とは無関係の様子よ。あのじいさんどうもうさんくさい。そうかな。行くぞ。はい。錦森さん、デビューしても私たちのこと忘れないで。レコード買ってね。もちろん、私たちどこまでも錦森さんについてきます。CD も買ってね。もちろん。やはり少しも反省の色なしじゃな。これではいつまたやばらに手を出さんとも限らん。ここは一つ徹底的に気を据えて。なんだ君たちは。錦森、貴様いたいけな少女をもてあそび、挙句の果てに風俗営業に売り飛ばしたそうだな。我らの正義の鉄拳受けるがいい。とことん腐ったやつ。助けてー。西森、待てー。助けての人の目の前で再現される。いつの日かきっと。分かったかやわら、
それがそいつの正体じゃ。そんな男一発思いっきりぶん投げてやれ。錦森さん。はい、何かあったら私を呼んでね。私が守ってあげる。それからというもの、錦森さんは私を見ると怯えたように逃げていきます。二度と柔道なんかやらないんだから。おじいちゃん。よいか、やわら。お前の青春は柔道じゃ。国民栄誉賞を取り、輝く日本の星となるのじゃ。やわら、妙に血色のいい唇をしていると思えば、これは口紅ではないか。私だって年頃だもの、口紅ぐらい塗るわ。このたわけ。こんなもの、金メダルを取り国民栄誉賞を受ければあまたのパーティーにおいて嫌でもつけることになるわ。何度言ったらわかるの。私は金メダルにも国民栄誉賞にも興味はないって言ってるのに。やわら、ちょっとそこに座りなさい。もう座ってます。やばらよ、お前はなぜ柔道に真剣に打ち込もうとせんのじゃ。わしが思うに、いつまでもお前がチャラチャラしている原因はただ一つ。それはお前にライバルがいないからじゃ。ライバル？その通り。古くは武田信玄と上杉謙信、宮本武蔵と佐々木小次郎、新しくは大鵬と柏戸。どこが新しいの？最近の柔道界では山下と斉藤がしのぎを削って互いに磨きをかけたものじゃ。あのね、おじいちゃん。言わんでいい。お前を熱くさせるライバルが欲しいのじゃろ。おじいちゃん、私ライバルなんていらないわ。私はただ普通の女の子みたいに恋をしたりおしゃれをしたり。強力なライバルが現れればそういうチャラチャラしたことは言えんようになる。早速わしが探してきてやる。ちょっとおじいちゃん。ほんと退屈だわ。お戯れはおやめください。お嬢様。ですから申し上げたのです。お嬢様、テニス界を引退されるのはもう少し待たれた方がよろしいと。せめて来年のウィンブルドンまで。何がウィンブルドンよ。先日のナブラチロワとのエキシビジョンマッチで世界のテニスは見えたわ。では新体操界に感覚されては。徳永、新体操における究極の美を私は全て体現してしまったのよ。水泳、乗馬、テニス、スキー、フィギュア、後に残ったのは砂を噛むような虚しさだけ。名誉やお金は有り余るほどあるのに、私を熱くさせる相手はなぜいないの。徳永、なぜ私ばかりの三拍子も四拍子も揃ってしまったの。簡単なことやめて帰ろう。申し訳ありま。お怪我はありませんか。わしらの命を狙う貴様、一体何やつじゃ。猪熊治五郎と知ってのことか。とんでもありません。本当に申し訳ございません。私の前方不注意で。徳永、うちへお連れして怪我の手当てを。いえ大丈夫です、何ともありませんから。何ともないわけないでしょ、今の事故で怪我がないなんて。
受け身というのをご存知の。このままお返ししてはご主人様に私が叱られます。茶菓子はあるのか。は？茶菓子はあるのかと聞いておるのじゃ。おじいちゃん、本日はコックが洋梨のシグストクレームを作っております。それは食えるのか。は？あ、いいんです、気にしないでください。ごめんなさい。それは食えるのかと聞いておるのじゃ。は、私は食べられますが。ん、案内してもらおうか。すごい。ただの家ですわ。カナダの別荘はこの家の倍は広いですけど。オーストラリアの別荘はキャナダの別荘の3倍ほどでございます。こりゃまたうまい。おかわりじゃ。はい、おじいちゃん。こんなチャラチャラした皿にちまちまもらんと丼一杯ほどもらおうか。おじいちゃんってば。んよっ、これは見事なトロフィーの数々。精神女学館本上さやか。ああ、これは全部お嬢さんが受けられたものじゃな。ただのガラクタですわ。こうして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 こうですわ。こうして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 。お嬢様、またこんなにしてしまって。優勝することなど何の意味もありませんわ。問題は私がどれほど熱くなれる。でももう熱くなるものは何もありません。神が一物しか与えなかった人にはわからないこの退屈。神が私に二物も三物も与えてしまったことを恨みます。ふん。じゃがこの中に柔道のはありませんでしたな。柔道？おじいちゃん、柔道を知らずしてそのセリフとは井の中の蛙もいいところじゃ。ガハハハハ。おじいちゃん。柔道なんてあんなもの、野蛮な大男同士の取っ組み合いですわ。なんも知らんであんなもの呼ばわりしよって。この華奢でナイーブな老体でもまだまだ若い者に勝てる。それが柔術というものじゃ。鎌田、鎌田はいますか。はい、お嬢様。ボディーガードで柔道五段の鎌田です。そんなに言うんだったらこの男を投げてごらんなさい。こんなウドの大木、片腕一本で投げ飛ばしてくれる。おじいちゃん、さあ帰りましょう。本当にお騒がせしました。どこからでもかかってきなさい。おじいちゃん。本当によろしいんですか、お嬢様。チャー！はあ、やっちゃった。もう、おじいちゃんのバカ。今日じゃ、驚いたか、お嬢さん。この程度で驚くのはまだ早いぞ。わしはわしよりもずっと強いあんたと同じ年の娘を知っとる。うわ、ダメ。え、そんな人いません。このおじいちゃんいつもこんな調子なんです。気にしないでください。あの、どうもお邪魔しました。誰それは。その強い娘って誰なの。弱いやつには教えてあげないよ。ピーン。お嬢様、思い出しました。あの老人、全日本柔道選手権5連覇の偉業を成し遂げたあの猪熊治五郎。まったく、もうあんな思いっきり投げちゃって。弱いやつも教えてあげないよ。わしよりずっと強いあんたと同じ年の娘を知っとる。徳永。はい。デザイナーの花森絵をパリから呼びなさい。服を一着新調します。かしこまりました。で、どのような。柔道着です。
熊治五郎。あれから1ヶ月、私の特訓の成果を見れば、嫌でも例の娘の居場所を教えるはず。でも、すでに私の方がその娘より強くなってしまった。遅刻遅刻。あ、さやかさん、ごめんなさい。私急いでますので。待ちなさい。あなたも知ってるんでしょ？何のことです？すごい強い子、知ってるんでしょ？私、本当に急いでるんです。試験なんです。隠そうった。そうはいかないわ。話してください。言わないと痛い目に遭うわよ。私の特訓の成果を見たいのね。いい加減にしてください。パスが出ちゃいます。ちゃんと受け身取らないと痛いわよ。すごいわ。ごめんなさい。本当に急いでるの。ごめんなさい。は大変。歯が欠けちゃった。見たわね。私の差し歯が抜けた顔。なんだ、差し歯だったのか。まだ誰にも見られたことなかったのよ。わかったわ。内緒にしといてあげる。じゃあね。また。蒲田、やっつけてそいつを。もう。いい加減にしてよね。あ、あ、私本当に急いでるんだから。お嬢様、ご無事で。あの娘、とてつもなく強いというのはあの娘だったのね。お嬢様、何をやっても完璧だった私を投げ飛ばし、私の秘密のみそっぱまで見たあの子、覚えてらっしゃい。徳永、帰ります。帰ってすぐ特訓に入ります。はい。喜べ山田、お前の運命を大きく変えるライバルの出現じゃ。私は今それどころではないのです。適当に選んでおきなさい。はあ、しかし私の一存では。昨年の振り袖はいくらでしたか？はあ、3000万でございます。では今年は3500万の振り袖にします。はあ、うわあ、おかわりになったお嬢様、燃えていらっしゃる。またうまい。おじいちゃん。見事じゃ。ね、やっぱり女の子は柔道着なんかより着物でしょ。お前のおばあちゃん、わしの嫁の金子の若い頃にそっくりじゃ。あのおばあちゃんがね。金子も強かった。わしなど全然かなわんくらい強かった。お前も強くなれ、やわら。どんなおばあちゃんだったんだろう。くそ、ようやく退院したと思ったら風邪ひいちまった。ついてねえぜ。まさか松田さん、あれくらいで入院するとは思いませんでしたよ。バカ野郎、こう見えても俺の体はナイーブなんだ。あの時猪熊やわらが現れなかったら、あのまま落ちんでいたかもしれねえな。でも新聞記者なんて因果な商売ですね。退院早々仕事なんて、しかも正月だってのに。仕方ないだろ、あの本阿弥さやかがここに初詣に来るってんだから。ちぃ、本阿弥グループ会長の娘だかなんだか知らないけど、金持ちの道楽でスポーツやられちゃっからねえよ。まったくよ、取材でもなきゃあんな娘会いたくもねえ。
ちょっと松田さん、何がもう熱くさせる相手はいませんわだ。ふざけやがって。高慢ちきでわがままで、あれは典型的な少女漫画の悪役タイプだな。誰が少女漫画の悪役タイプですって？あなたどこの新聞社？その日刊エブリースポーツです。さ、三粒子ね。このさん、一言だけお願いします。あなたが次に狙うスポーツは一体何ですか？柔道よ。柔道？今まであなたは乗馬、新体操、フェンシング、テニスとファッショナブルなスポーツばかりやってきた。そのあなたがなぜ今柔道を？私を熱くさせる相手が見つかったからよ。はい、もう取材はおしまいよ。あなたを熱くさせた？まさかあなたも猪熊やわらのことを？なぜあなたその名前を？はっきり！なぜあなた猪熊やわらを知っているのです？分野をなめちゃいけませんよ。あなたが彼女と勝負するとなると。3500万の振り袖をよこさないでちょうだい。こりゃ楽しみだ。今年こそ素敵な彼ができますように。今年こそやわらがセンセーショナルなデビューを飾りますように。今年こそおしゃれをして普通の女の子ができますように。今年こそやわらが重欲豪を制す極意をつかみますように。それでもってやわらが金メダルと国民栄誉賞に向けて大きく前進しますように。おじいちゃん、と思われたくないわ。パンパはおやめなさい。猪熊やわら、今年はあなたがターゲット。あんたを国民の前で思いっきりぶん投げてやるわ。にょっ、猪熊地五郎、相変わらずやることが派手じゃな。おじいちゃん、猪熊やわら、さやかさん、先日はごめんなさい。差しは治ったんですね。その話は内緒にするって約束でしょ。そうでしたね。せいぜい飛翔祈願でもするんじゃな。おじいちゃん行くわよ。どうにも尺に触る二人ね。今に見てらっしゃい。私の強さに開いた口が塞がらなくなるわ。やだ、晴れ着切られた。私もやられてる。そうでございますね。お嬢様、切り裂きまですよ。うん、みんな鈍いのよ。私のように常に隙を見せず研ぎ澄まされた感覚を持っていれば。3500万円の着物が。お待ちなさい。おじいちゃん、もう帰ろうよ。おみきをいただいとるんだ。ちょっと待て。おや、猪熊さんとこのお孫さんか。すっかり女らしくなっちまって。ごぼうみたいな女の子だったが。誰がごぼうよ。待てー。私の着物は一般人の着物とはわけが違うのよ。さやかさん、そりゃやるね、姉ちゃん。猪熊地五郎、そしてやわら、いいところにいたわね。どう、わかった？私の強さが。短期間にしてはよくそこまで鍛えたものよ。さすがスポーツ界のセブンスター。スーパースターでしょ。しかしその程度では所詮並みの強さ。やわらとは突き刺すポン。嘘嘘、さやかさんの強さには私なんかとてもかなわないわ。いい機会だわ、猪熊やわら、私とここで勝負なさい。やだ、私たち晴れ着着てるのよ。そんな安物ならいくらでも買い替えてあげるわ。安物じゃないもん。おい、お嬢さん、後ろ後ろ。後ろがどうしたのよ。ふざけやがって。こりゃ大変だ。警察だ、警察に電話しろ。さてお嬢様、どうする。
さん。手を出さないで。あんたなんかに助けてもらわなくても自分で何とかできるわ。みんなどう？さやかさん、ナイフを持ってる腕を逆手にしてひねるのよ。知ってるわよ、どれくらい。こうやってここ。これやろ。見てられないわ。顔に傷つけられたら味噌パどころの騒ぎじゃないわ。その話はしないんだ。まったく世話の焼ける人ね。なんだめ、近寄るんじゃねえ、近づくんじゃねえっつってんだよ。来るんじゃねえよ。また襲われるわよ。はい。おしゃれしてる時くらいおてんばやめないと素敵な彼ができないぞ。え？どうじゃ、やわらの強さを思い知ったか。お前さんも早くあの高みまで登ってこい。ほう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 。大変、こんなに汚しちゃった。イノクマやわら。お嬢様。見事な横四方固めだ。そうよ、このくらい兵でもないわ。写真だ写真、スクープだぞ。はい。みっともないって、早しない。お嬢様、せっかくのお手柄を。イノクマやわら、またあんたに借りができたわ。覚えてらっしゃい。ライバルのデビューじゃ。あとはやわらが金メダルと国民栄誉賞を目指してセンセーショナルなデビューを飾るだけじゃ。おじいちゃん、お雑煮のお餅いくつがいい？5つもらおうか。オッケー。Ha ha 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 ha